金正日総書記の特別列車が先ほど北京駅を出発しました。すべての中国への訪問を終えて、帰国の途に着いたものとみられます。金正日総書記を乗せたとみられる車は、日本時間の午後5時過ぎ、滞在先の商業大迎賓館を出発しました。車の列は特別列車が待つ、北京駅の構内に入り、列車がまもなく動き始めました。 北朝鮮に近い丹東の一部のホテルでは宿泊ができなくなっていてキム・ジョイル総書記が4年ぶりとなる訪中の日程をすべて終えて帰国の途に就いたものとみられますキム総書記はきょう中国の胡錦濤主席とともにバイオテクノロジーの研究施設を訪問した模様です胡錦濤主席との会談内容はキム総書記が帰国し次第中朝の国営メディアが伝えるものとみられます6カ国協議への復帰や 新たな経済協力をめぐりどのような話し合いが行われたのか注目されています。